こんにちはナビゲータータの宮崎玲奈です今回は大好評の港未来特集です進化を続けるみなとみらいエリアには新たな施設やサービスが次々に誕生しています例えばここ横浜ワールドポーターズでは全世界が熱狂した非日常体験が日本初上陸を果たしたんです。それが今年4月にオープンした ダイバーイマーシブアリーナバーチャルリアリティのアトラクションコンピューターが作り出す迫力の仮想空間に行ってきますチェコの人気スタジオが手掛ける最先端のバーチャルリアリティアトラクション特殊なカメラを手に8000万年前の恐竜の世界へ保護者同伴なら7歳から体験できるんです 赤ん坊の母親が来ましたようわどうしたはいチーズおー <laughs> あ楽しかったなんか小学生ぐらいの子で恐竜好きな子とかだったらもうたまらないと思いますここでお知らせです この VR アトラクションの無料招待券をペアで5組様にプレゼント応募方法は番組の最後に発表しますということで今回の浜ナビは進化を続ける港未来エリアの最新情報今行きたい話題のスポットをナビゲートします今回はプレゼントも盛りだくさんですよ港未来で話題の絶品グルメ 20宿限定アフタヌーンティーと中東イタリアン新たな複合施設横浜シンフォステージ高層階のホテルで絶景を堪能電動アシスト自転車は日本生まれ迫力満点の180度シアター浜なり今回は大好評企画 今行きたい港未来エリアをナビゲート宮崎さんがやってきたのは天使の羽が目印のマリンウォーク横浜ですこちらにはここ港未来でしか味わえない自家製のソーダがあるそうです楽しみですね自家製ソーダのお店はセレクトショップコミュニティミルの一角にあります ありましたソーダバーと書いてありますこんにちは,にちはとい港未来限定のソーダがあると聞いたんですが、はい、フルーツパンチをご用意しておりますフルーツパンチ、はい、ではそれをよろしくお願いしますかしこまりました宮崎さんが注文したのは横浜店限定のフルーツパンチとこちらのアップルパイ実は関西を中心に大人気を誇る兵庫県のフレンチアップルパイ専門店 エコノムとの関東初コラボ商品なんですどちらも見た目がポップで可愛らしくていや見てるだけでわくわくしてきますねまずはアップルパイからいや断面がすごい綺麗ですね本当にリンゴをたっぷり使ってますいただきますうーん りんごのシャリシャリとした食感もまだしっかり残っていてこの周りのパイ生地はしっとりとしていていやこのパイも最高ですね続いては横浜店限定のフルーツパンチ。いちごキウイパイナップルといったフレッシュなフルーツがたっぷりと使われています。 ソーダには珍しくレモンゼリーが入っているのが特徴こだわりの自家製シロップは旬の愛媛県産河内晩かとレモンを3日漬け込んだものこの自家製シロップ季節ごとに旬のフルーツを使っているんだとかではいただきます。 うん、このゼリーの食感とこのソーダのシワシワ感そしてこのフルーツもね食べることができるのでなんかいろいろと楽しめますね話題のコラボをみなとみらいで味わってみてはプレゼント情報は番組の最後で 続いてご紹介するのは、今年の5月に新たに誕生した大型複合施設、横浜シンフォステージです。ウエストとイースト、2棟からなる横浜シンフォステージ、オフィスやホテルに続き、今月6日にはヤマハ E ライドベースや、ヤマハミュージック横浜みなとみらいがオープン、10台のグランドピアノが並び、創刊。 気軽に音楽の魅力に触れることのできる体験型ブランドショップです。横浜シンフォステージの上層階にはこちら KQ EX ホテルみなとみらい横浜が入っています。オープンは6月24日なのですが今回は特別に先取りナビゲートします。早速ホテルの中へ迎えてくれたのは支配人の浅池さん。 京急 e x イン横浜駅東口などの支配人を歴任してきました。二十六階にホテルのロビーがあります。わあ、すごく温かみがあって。素敵なロビーですね。すねこちら地上百三十メートルになりますので、えー、このような素敵な景観になっておりますね。百三十メートルですか。はいはい、でも景色は空だけじゃなくて、緑もあるのが。 不思議ね、そうですね、綺麗だと思いますね、はい。鳥のオブジェが可愛らしいですね。そうですね。あの宿泊ゲストを旅する鳥に例えまして、はい、あの泊まり木のようなホテルでありたいといったブランドコンセプトからですね、館内各所に鳥のモチーフが縮められております。そう言われてみると、この照明もなんとなく<っ>泊まり木のように感じますね。うすねこういったものも含めて泊まり木のようなホテルでありたいというところを目指しております。 続いて最上階となる30階の客室へどうぞうわすごい大きな窓がすごく開放的ですねあベイクウォーターが見えますよ案内していただいたのはダブルルーム内装は 木のぬくもりを感じさせる作りになっていますそして日が落ちればこの美しい夜景高層階の醍醐味ですよねこちらがフォースルームです四人で泊まれるんですねそうですね当社としても初めてこのバンクベッドを導入いたしまして、はい、はい。港未来はライブ会場も多いのでそういったグループのお客様にも使っていただけるような客室となっております <laughs> 確かにライブの余韻に浸りながら仲間、ね、同士でね、はい、素敵な時間を過ごせそうですねはい,、はい、い思いますね大きな窓からみなとみらいエリアの眺望が楽しめますそして夜になれば進化を続ける未来都市らしいきらびやかな景色に様変わり空に浮かぶくつろぎの空間で 絶景を味わいながらつかのま羽を休めてみては、宿泊招待券のプレゼントもあります。こちらも詳しくは番組の最後で。宮崎さん続いてやってきたのは去年5月に開業した三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア。20階にあるリストランテエボルタウニコポーロで絶品グルメを味わいます。 さあこちらでご紹介するのは一日二十食限定大人気のアフタヌーンティーです高見料理長よろしくお願いしますよろしくお願いいたします今回のアフタヌーンティーどんな内容ですかはい6月限定メロンと桃のアフタヌーンティープランでございますメロンも桃も今の旬のフルーツですねそうですいや楽しみです、はい、まずは船を模した器に乗った色彩豊かな五種のスイーツ この形が船ですかそうですねはい、えー。ホテルとレストランのコンセプトでありますスカイクルージングショープレートは海をイメージしてですね、はい、あこの下の青いの、はいはい、その上に船が世界を旅行していただくかのようなそういうい演出になっております、えー、横浜らしいですねそうですねこちら5種類ありますがピーチのギモーブマシュマロでございます、うん、アールグレイのフィナンシェパートドフリュイ あのゼリーのようなものですねパッションフルーツのお味になってますキルシュのトルタ、まあ、タルトですねいわゆるピスタチオのクランチになってます可愛らしいピンク色ですいただきますうーん口に入れた瞬間にこのピーチの香りが香っていて後味もしっかりピーチですねありがとうございますそしてここからが本番 ティースタンドにメロンと桃を使ったオリジナリティあふれる料理やスイーツが並びますいや美味しそうですこのクロワッサンとかにもメロンか桃が使われてるんですかそうですねカモの煮込んだラグソースと桃ですね、はい、このオレンジ色のが桃ですかねそうですねうん,うんうん ももがたっっぷり入ってますねうす、うん、噛めば噛むほどこの鴨のうまみもしっかり分かってお肉もかなりジューシーですイタリアだとカモとオレンジを合わせたりしますそういうところのインスピレーションから今回鴨のラグと桃を合わせちょっとあの外国感らしいそういうシチュエーションにしております。 アフタヌーンティーには欠かせない紅茶革新的なブレンド技術で世界中から愛されているドイツの大人気ブランドアルトハウスの紅茶が6種類も楽しめます宮崎さんはリンゴとアーモンドが入ったマイルドなフルーツティーアーモンドパイをいただきます うんあいや初めての味です焼きたてのアップルパイを連想させるような甘みがあってものすごくフルーティーででも後味はすっきりしていますととも相性ははいいいのかな思ますね続いていただくのは花の形をしたメロンのエクレア。 うん。あ。メロンの果肉がたくさん入ってます。上のチョコレートは。ベリーの。あ、ベリーのチョコレートなんですね。はい、ベリーの酸味のあるチョコレートと。間に挟まっている甘いクリームの相性が抜群です。いや、美味しいです。うんー。 エクレアって普通長い長細いイメージでしたけどお花にした理由とかかはあるんですかあいい質問ありがとうございます、まあ、いい意味で裏切っていきたい、うん、なのでまあパティシエと話し合って、まあ、春ですからちょっとお花をイメージした形にしたい色合いも含めてそうしました同じフルーツを使ってもいろんな表情が楽しんでいただき、えー、秋の来ないように最後まで楽しんでいただきたいなっていう思いでご用意しております今回5500円のアフタヌーンティープランを ペア2組様にプレゼント詳しくは番組の最後で横浜シンフォステージに戻ってきた宮崎さんが向かった先は6月6日にオープンしたヤマハ発動機のショールーム。 ヤマハ発動機さんといえばバイクやボート発電機など多様な製品を手掛けていますがこちらは電動アシスト自転車に特化したショールームなんです店内には電動アシスト自転車がずらり走りのフィールドに合わせ街乗り用からロードバイクマウンテンバイクまでさまざまなタイプの電動アシスト自転車が展示されています ヤマハ E ライドベースの中島さんにお話を伺いますこちらは電動アシスト自転車のマウンテンバイクなんですよねはいそうです私の中で電動アシスト自転車って街中で乗るイメージだったんですけどマウンテンバイクもあるんですね弊社ではこういったマウンテンバイクタイプもご用意しております例えば体力の自信のないお客様が山道を走るように使っていただいたりですとか はい、また、体力差のあるパートナーさんですとか、ご友人グループ、そういった皆さん一緒に楽しんでいただけるような、電動のアシスト自転車でございますヤマハ発動機が重視する電動アシスト自転車の開発、そこにはある理由が。 まずこちら注目いただきたいんですけどもパスっていうのは弊社が1993年に開発した電動アシスト自転車パワーアシストシステムを略したものがパスになりますあれですよね街でよく走ってるやつですよねそうなんですこのパスってヤマハ発動機さんの製品だったんですねそうなんですへ、ねえー、実はこの電動アシスト自転車弊社が開発したのが世界初になるんですえー、世界初ですか、はい この長い電動アシスト自転車の歴史の最初はヤマハ発動機さんんだっったたでですすねいや知らなかったですこちらは1993年当時の貴重な試作品電動アシスト自転車の歴史はここから始まったのです。 結構味がありますねそうですね今のパスの形と大きく変わりはしないんですけども、うんはい、こちらが最初のバッテリーでそちらが補助モーターが付いていますあまあ、試作品ってなると私のイメージではもっと大きいモーターが付いているのかな、ね、と思ったんですけど最初から結構スタイリッシュだったんですねはいどうしてヤマハ発動機さんはこの電動アシスト自転車を作ろうと思ったんでしょうかはい え自転車生活に寄り添う乗り物として自転車は坂道や向かい風が苦手なところがありますのでそうした苦手を補うものとして電動アシスト自転車を開発いたしましたこちらが当施設のために特別に作られたシアターですえ、そうなんですねわあ、すごい迫力です180度のスクリーンですかはい今回は少しだけ 迫力の映像と音響をぜひとも会場で味わってくださいショールームでは事前予約をすれば電動アシスト自転車の乗車体験をすることができますそしてこちらもオリジナルグッズのプレゼントが応募方法は後ほどリビングタウンみなとみらいにやってきました こちらには世界的に有名なグルメガイドブックミシュランに掲載された2人の一流シェフがタッグを組んだレストランがあるそうです2人が手掛ける料理は中東イタリアン中東イタリアンってなんだろうっていう感じでますます興味が湧きますよねリビングタウン港未来に去年オープンした中東イタリアンのお店トラットリアタブレタッグを組んだミシュランシェフはこちらの2人 左の奥野義行さんは六本木のイタリアンラ・ブリアンツァをはじめミシュラン掲載店を複数運営しています右の米澤文夫さんは12年連続三つ星のニューヨークジャン・ジョルジュで日本人初の副料理長を務めた輝かしい経歴の持ち主さあ中東イタリアンをいただきましょう一品目はシグネチャータブレ ヨーーグルトのソース中東の家庭料理で野菜にクスクスやキヌアを和えレモン汁を加えたサラダ店名はこの料理に由来しますいただきますうんこのレモンでしょうかすごく爽やかな。 後味ですね。そして一つ一つの食材の食感がすごく楽しいです。いかがでしょうか。うはい、初めての味わいで、すごく爽やかですね。はい。基本的にはあのタブレというものはクスクスとパセリとあのレモンであの味付けしたお料理なんですけど、はい、こちらはあの当店オリジナルで、あのスマックというあの酸味の効いたスパイスですね。あとはクスクスだけではなく、えー、キヌアや、えー、ひよこ豆を、はい 入れてあの食感を多彩にしておりますそうなんですね確かにスパイスの香りもしますね、はい、中東イタリアンという言葉があまり馴染みがなかったんですけどどういったお料理なんでしょうかはい、はいえー。ハーブやスパイスをふんだんに使った中東料理と、はい、あとは日本人にすごく馴染みの深いイタリアンを融合させて、えー、新しいジャンルの料理としてこちらの店で提供させていただいております 二品目はウキタ料理長おすすめの一品。え、な <laughs> んですかこれは。こちらは、えー、当店のあの自慢の、えー、カリフラワーのローストですね。ローストしている意味は二つありまして、一、はい、つは丸ごと焼くことによって中の水分を出してあげて、うん、甘みを増すという理由が一つあります。はい、もう一つはしっかりあの焦げ目をつけるまで。 焼き上げて香ばしさを出してお肉に負けないぐらいの食べ応えを演出しておりますソースはカレーとあとスパイスを使ったピーナッツバターのソースですねピーーナッツのソースをせっかくなのでたっぷりつけていやーカリフラワーですようーんあ 一番最初はピーナッツの濃厚なこの味が口いっぱいに広がりますでその後に少しカレーのようなスパイスの香りもしますねカリフラワーってすごく淡白なイメージがあったんですけどこんなに甘みがあってこのカリフラワーの旨味を感じたのは初めてかもしれないです どうしてこのお店を港未来でオープンされたんですか。はい、えーと。横浜という土地はあの歴史のあるあの貿易の港として、はい、あの歴史のある町であの新しいものを受け入れてくれるような土壌があると思うんです。料理はもちろん食材にもオリジナリティが。ハーブは室内で LED 照明を使い温度湿度土壌の品質など。 徹底管理して栽培されたもので私たちのレストランは新しい未来志向の、えー、お料理を出しておりますので、うん、未来志向でみなとみらいのお客様にも受け入れやすいかなと思っております。今のお話を聞いてすごく納得ししまたこちらのお料理はどれも、ね、ヘルシーなお料理が多いので個人的にもすごく嬉しいです。はい 事前予約することをお勧すすめします浜ナビを見たと予約時に行っていただくと特典があります詳しくは番組の最後で今回の浜ナビは横浜を象徴する港未来エリアの今行きたい話題のスポット新スポットをナビゲートしてまいりました皆さんいかがでしたか 最先端の VR アトラクションでは恐竜の世界に本当に迷い込んだようでドキドキワクワクを堪能しました5月にオープンしたばかりの横浜シンフォステージでは高層階のホテルの眺望に感動しました電動アシスト自転車の歴史が日本から始まっていたことにも驚きましたそして横浜みなとみらいでしか味わえないグルメの数々どれもおいしかったです 40年以上進化し続けるみなとみらい、浜ナビではこれからも追いかけ続けようと思います。